26番です。中身を入れてふっくらさせています。中身を入れたまま撮影しています。生地の感じをご紹介します。コットンのリボン。かわいい黒猫の生地です。そして他の生地もパッチワークされてます。サイド部分のまち。反対側もリボンと猫の生地。内側です。ポケットがあります。そして内側も可愛い猫の生地です。中身を入れずに撮影しています。生地の感じです。接着芯が貼ってあるので割と張りがある感じです。外ポケットはありませんが、内ポケットが大きなポケットがついてるので機能的に使いやすいです。大きくガバーッと開きます。番号27番です。中身を入れてふっくらさせています。持ち手やバッグの形状などは同じなので生地をご紹介していきます。こちらもリボンや可愛い猫の生地、花柄の生地で可愛く外側パッチワークされてます。大きくガバッと開きます。内ポケットがあります。よく見るとこちらも猫の生地。もっと詳しく見て